皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は静岡県東部地区で絵やデザインが学べる高校、こちらを紹介します。絵やデザインが学べる高校2つあります。公立高校は静岡県立伊豆伊東高校の普通科のアート類型です。そして私立では沼津中央高校の普通科の工芸デザインコースがあります。ではそれぞれを詳しく説明します。伊豆伊東高校のアート類型、1週間の授業で1年生の時には4次元、2年生では8次元、3年生では17次元美術に関わる科目を学習します。デジタルには特に力を入れてデジタルデザインとか映像表現、この授業があります。そしてこの伊豆伊東高校ってまだ3校が、ね、一緒になって一つの学校になったばかりなんですけど、その統合前なんですけれど、第22回高校生国際美術展ではチャールズ皇太子賞の受賞者を出しています。こういう高校です。沼津中央高校の普通科工芸デザインコースでは、陶芸染色は型染めだそうですけれど、この技術の習得、それから絵画デザイン、コンピュータグラフィックの知識と技能の習得、これをするそうです。そして目標としては高分連の全国大会への出品、国際美術展とか公募展、これらの入賞を目指す、それを目標にしています。今回は絵やデザインが学べる学校として伊豆伊東高校と沼津中央高校、この2校を紹介させていただきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。